ン勇者の至極のペペロンチーノ編。まずは IH の上でニンニクをみじん切りにしていきます。まな板を使わないことで節水洗剤を減らして海を汚さない。天国行き。まな板を使うお前らは地獄行き。さあニンニクをきつね色に揚げていきましょう。揚げ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 。さあ揚げていきましょう。まずは右腕から全身を使って揚げていきます。ヒップもバストもどんどん上げて、ついでにテンションを上げちゃって唐辛子も入れていきましょう。辛味成分で脂肪を燃焼、ドレミのリズムであなたを絶頂。これであなたも素敵なボディ。唐辛子を入れたらなんと水を入れていきます。この作り方は無駄な入れ汁や鍋を使わない革命的なエコロジー。開発者のリュウジさんは天国行き。見て見てこのパスタ、ちょっと曲がってて可愛い。あれこれよく見たらバイポーラトランジスタの主力特性にそっくりだよね。なんとパスタをこのまま入れていきます。これによってとろみがついて美味しくなるみたいですよ。知らんけど。煮込んで水気がなくなったらちょうど茹で上がってる。おいしそう。ここに乾燥パセリを乗せてサムネ映え、すごい。おいしそう。残念、これ青のりでーす。残念、乾燥パセリだと思った人は危険です。嘘をつくのは良くないよ。君は地獄行きだね。ごめんなさい。撮影だからおしゃれなズボンに着替えていきます。恥ずかしい、もちろんノーパンです。そしてお供はもちろんこれ、レモンサワーオフディスーニングバー。さあお味の方は。苦いレモンの匂い。肝心のパスタのお味は。うん、青のりが邪魔。あ、和風と洋風が戦ってます。ペリーライコーいらない。でもおいしい。ゆで汁を活用することでちょっと濃いめのペペロンチーノみたいでございます。おいしい、さあ夢芝居も飲み終わったところで、ごちそうさまでした。